英雄広場ブダペスト地下鉄1号線のトンネルの出口後ろに見えるのが英雄広場1896年英雄広場はハンガリーのブダペストにある広場アンドラーシ通りの突き当たりに位置しており通りを望むとセルビア大使館が見えるまたバーロッシュリゲットの中にあり広場の左側にはブダペスト西洋美術館が右側には ブダペスト現代美術館が位置している。また、ブダペストのドナウガ市とブダ城地区及びアンドラー市通りの一部として世界遺産に登録されている。地下にはブダペスト地下鉄1号線の英雄広場駅がある。英雄広場の中央には聖衣首都バーンの王冠と大主教十字を握っているガブリエルをいただく柱がある。また、左右七つずつの像の混流場所があり、建設当初、 旧部族の英雄の像を右から作っていった。当時のハンガリーはオーストリア・ハンガリー帝国であったので残りの5つの場所はハプスブルク朝の人々の像が建てられた。しかし第二次世界大戦で像が被害を受けるとハプスブルク朝の人々の像は現在の像にとって変わられた。以下に像の置かれている人物名を列挙する。かつての像、ありがとうございます。